はい、皆さんこんばんは、タイヤチャンネルでーす。っていうことで、今日はね、お父さんが、2週間ぐらい前に、始めたゲームですね、妖怪ウォッチのプニプニ、こちらの方をちょっとやってみたいなと思います。開けてみましょう。オープニング凝ってるよね、これすごいよね、これ、うん、じゃあ早速やりたいと思います。はい、画面タッチ。タリオンね、先生役なんで。え？先生役で、太陽チャンネル、はい、決定。よし、でね、今日何するかって、もう全然ね、ガチャがこれ、全然 S ランクが出ないんですよ、 S ランクが。で、ひとまずちょっと思い切って、課金しちゃいましたということで、今のところちょっと休会できるんで、これを太陽にやってもらいたいなと思います。太陽もよ。で、今中身は、S ランク、エンマ大王とかヌラリヒョンが出たら一応当たりですね。はい、こちらを狙っていきたいと思います。じゃあやるぜ。はい、で、はい、1回目で、そこぐるぐる、お、ウォッシャーってどうなんだろう、ダメなやつじゃない。うえまだまだ、まだ S ランクだね。はい、もう一回、あと8回。あー、赤か、赤か、かっこいい。うーん、厳しいね。 S ランクがね、もうこれかなり回してるんだけども、 S ランク1個しか持ってない。しかもそれちょっと課金したやつ。うわぁ、厳しいなぁ。かっこいいねぇ、スネスネソウル。はい、次。あれ、あと何回だ、あと5回。これで6回。何が出ますかね。あれ、あ、かっこいいやん。かっこいいけど、持ってる。やった、レベル10。あと5回、頼むよ。せめて1枚。1枚じゃないか、1つぐらい S ランク欲しいよ。来ない。にゃー、ロボニャン。まあ、ロボニャン今使ってるけど、今使ってるけど、いらない。はい、もう1回、あと4回だ、頼むよ。頼む、運あるでしょ。くじ運悪いよね、昔っからくじ運悪い。あー、出ない、出ない。あと3回。もうこれ S ランク出なかったらもうやめようかな、ゲーム。ウォッシャーか。なんて言うか。ほら、ウォッシャーダメなんだよ。ウォッシャーだ。うん。なんか他の言葉言うらしい。あと2回。どうしよう。もうこれお父さんやけになっちゃうかな。ブチニャン、ブチニャン。やばい。あと1回。ラスト。お金、うん、お金がない。あと1回、ラストだよ、頼む。ちょっと、うーわ、終わり。うわー、出なかった。はーい、残念残念。ちなみに
今太陽チャンネルのデッキはこちらですね。はい、残念なことに S ランクが一つしかないです。こちら太陽、お金ないよ。ないっていうことで、また機会があったらまたゲームチャンネルですかね、アップしたいと思います。バイバイ。ちょっとやってるところしたら、え、ちょっとやってるところしたら、ちょっとやってるところ、うん、ちょっとどこか、ちょっと実力を見せてみる。この辺ちょっと進んでるんだけども、行き詰まってる行き詰まってるからね。これね、最近分かったんだけど、フィーバー中に必殺技を発動した方がいいっていうのを最近知った。もう基本あのゲームやってる時は無言だからね。うん、今マツコデラックス、マツコデラックス必殺技が OK になった。マツコデラックス、ピー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 。これね、もしこのチャンネルというかこの動画が再生回数なんかこう調子よかったら、ゲームチャンネル作ろうかなーなんて。もう基本無言ですよ、基本無言。これ、フィーバーやってる意味いいの？あ、3体しか必殺技ができない。マツコデラックス、あ、遅かったまあいっか、これピーター落ちてる。マツコデラックスいっぱい違う。はい、こんな感じですね。っていうことで今日はここまで。太陽チャンネルでした。バイバイ。太陽もバイバイ。バイバイ。映ってねって。